今度はですね DC ケーブル比較やってみたいと思います。想像として予想としてはね、もう分かんない気がするっていう。これです、これに変えました。すげえ変わる。いわゆる太い音って言われやすいことですよ ね。ベーシストとかはいいんじゃないですかね。はいはいはい、うん、めっちゃいいと。親井出さんの DC ケーブルですね。おしゃれですね、これね。この感じ最高ですね。これ超いいね。最高ですね。びっくりした。いい感じでローカットしてこうまとまってくれて、プレーン弦のところがすごいなんか綺麗になってくれる感じが、どれが悪いとかいいとかじゃなくてすげえ変わりますね、うん、こんなに違うんだな、この1本の DC ケーブルで、歪みにはこれとしたくなっちゃうよね。なりますね。選びたくなっちゃう、うん。